矢野チャンネルご視聴ありがとうございます。本日はですね、ダブルライダー対イソギンチャクということで、衝動の、桜島1号92号を使ってイソギンチャク、これを戦う動画を作ってみました。ガチャポンのこれイソギンチャクなんですけど、まあ大きさこれだけ違います。今回リムーブというソフトを使いまして、これをちょっと大きさを合わせてその画像を見ていただきたいと思います。合わせるとこんな感じになります。いかがでしょうか。同じような大きさになりましたんでね、これ、今度イソギンチャクと対決するわけなんですけども、まずは2号ライダーの方からいきます。まず後ろのね、イソギンチャックで、まずはライダーパンチ、2号ライダーのライダーパンチをかましているところですね。続きまして桜島1号ですね。桜井1号は、ライダーチョップということで、で2人が合わせて1号と2号の、1号の桜島1号のチョップと2号ライダーのライダーパンチ、両方合わせたダブル攻撃、そういった形のものを合わせてみました。そしてですね、最後にはやっぱし、ダブルライダーですからダブルライダーキックということで、こう座った感じで確かこういう写真があったと思ったんで、それをちょっとイメージしてやってみました。いかがでしょうか。今回短いですけどこんな感じです。ご視聴ありがとうございました。